どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ホテルグループハイアットの最上級会員グローバリストに15泊でなれる方法ということで解説ね、やっていきたいというふうに思います。ホテルグループハイアットって皆さん知ってるかなというふうに思うわけなんですけども、正式名称はですね、ハイアットホテル&リゾーツって言いまして、アメリカにね拠点を置くホテルグループっていう風になってるわけなんですけども、世界全国500件以上ですね展開しておりまして、日本国内には7ブランド27のホテルをね展開してるっていった形になっております。でですね、国内ホテルをまとめるとね、このような感じっていう風になっておりまして、アンダーズであったりですね、パークハイアット、グランドハイアットとかね、聞いたことあるかなという風に思うわけなんですけども、またですね、ハイアットのホテルプログラムの名前がですね、ワールドオブハイアットっていう名前になっておりまして、マリオット、ヒルトン同様にですね、宿泊実績に応じてステータスをね付与しているっていった形になっております。でですね、ステータスの種類はこんな感じになっておりまして、メンバー、ディスカバリスト、エクスプローリスト、グローバリスト、ライフタイムグローバリストということで、まあこんな感じですね、分かれているわけなんですけども、今回紹介するのはこのグローバリストっていうね、年間60泊ねするともらえるねステータスの話っていった形になっております。でですね、このグローバリストになるとどのようなね特典が受けられるのかっていう話なんですけども、こんな感じにねなっておりまして、ボーナスポイントをもらえたりですね、またねリゾート料金がかからなかったり、アップグレードもですね、スイートルームが含まれるっていう形になりますし、レイトチェックアウトもですね16時までね利用することができるっていった形になっております。またねエグゼクティブクラブラウンジもね利用することができるっていった形になっておりまして、またねこのハイアットにはですね、ゲストオブオーナーっていうね面白い特典がありまして、グローバリストの方がポイントを利用してですね、友人や家族にですね、無料宿泊特典をね、送ることができるんですよね。でですね、受け取った側の人はですね、このグローバリストのステータスがですね、利用することができるんですよね。こちらね、かなりいいですよね。両親や知人、友人等はですね、この特典を利用すればですね、かなりね、喜んでもらえるのではないのかなというふうに思います。またね、ハイアットのポイントに関してはですね、友人知人とかにですねポイントを移行できるっていう風になりますんで、身近な方ですね、このグローバリストのねステータス保有している方がいらっしゃったらですね、予約をね代行してもらうだけですね、ステータスの特典がね利用できてしまうっていった形になってるんですよね。それは次にですね、このような特典が受けられるグローバリストのですね15泊で達成する方法に関してなんですけども、まずですね、ハイアットでは宿泊実績をね2倍カウントしてくれるキャンペーンがですね今行われているわけなんですよね。こちらねエントリー必須というふうになっておりますので、概要欄にね公式サイトね載せておきますので、利用される方はですね確実にエントリーしてからね利用していただければなというふうに思います。期限はですね2021年の2月の28日までというふうになっておりまして、その間にですね1泊すれば2泊のね宿泊実績がもらえるっていった形になっております。ですのでこのキャンペーンを利用することで、本来ねグローバリストっていうのはですね年間60泊がね必要なわけなんですけども、このキャンペーンによってですね30泊でね済む計算っていう風になりますよね。でですね、次に2021年はですねステータスに必要な宿泊実績を半分にするねアナウンスがされました。まあこちらね新型コロナウイルスのね対応かなというふうに思うわけなんですけども、この2つをね組み合わせるとですね2021年の1月から2月の28日までにですねハイアットホテルに15泊すればグローバリストにね慣れてしまうっていう感じなんですよね。でですね、ステータスがね保有できる期間に関してなんですけども、ハイアットのねステータスの有効期限っていうのは獲得した年の翌々年の2月までというふうになっておりますので、2021年にね達成した場合は2023年のね2月まで利用することができるっていった形になっております。いや、こちらのキャンペーンねかなりすごいですよね。ハイアットのねステータスが15泊でね獲得できるっていった形になってますからね、もしね利用されたいって方はですね、この機会はねかなりチャンスなではないのかなというふうに思います。またですね、ハイアット自体はポイント3倍キャンペーンっていうのもですね行われているっていった形になりますんで、もしね利用される方であればですねエントリーね確実にしていただければなというふうに思います。
それでは次にですね、15泊ねするのに、まあ、どのぐらいねお金がかかるかっていうね、一応ね価格自体はね参考程度にね見ていただきたいなというふうに思うわけなんですけども、ハイアットホテルのですね最安値に関しては、石川県にあるねハイアットハウス金沢っていうねホテルがあるわけなんですけども、こちらでね見ていきたいなというふうに思います。ちょっとね画像を出しておきますけども、こちらね2021年の1月20日からですね1月21日の宿泊価格でね計算させていただいております。でですね、合計1泊ですね、平日にはなりますけども15,028円という風になりますんで、こちらね GoTo トラベルを入れるとですね5259円のね割引が入るっていった形になりますんで、9768円の支払いと地域クーポンが2000分ねもらえるっていった形になっております。単純計算ですね、こちら平日のみになるわけなんですけども、15泊で146,520円の支払いと地域クーポンね3万円もらえるっていった形になります。でですね、地域クーポンをね3万円もらえるっていう風になりますんで、実質ではありますけども、だいたい11万5000円ぐらいでですね、このハイアットのですね最上級のグローバリストのねステータスがもらえるっていった形になります。でですね、注意事項なんですけども、 GoTo トラベルキャンペーンですね利用することができるわけなんですけども、 GoTo トラベルキャンペーンに関してはですね、日数のね制限が入ったという形になりますので、7泊以内じゃないとですね GoTo トラベルね利用することができないっていった形になりますんで、今回のねハイアットの15泊に関しては15連泊がね NG っていった形になりますんで、もしね15泊でグローバリストね狙う方であれば、組み合わせはね自由っていった形になるわけなんですけども、7日以内にねする必要があるっていった形になりますんで、この点をですね注意していただきたいなというふうに思います。せっかくね GoTo トラベルキャンペーンでお得にね利用することができるわけなんですけども、これね15連泊とかにしてしまうと GoTo トラベルね適用にならないっていった形になりますんで、こちらね特に注意していただきたいなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですねハイアットホテルのグローバリストに15泊でねなれる方法ということで解説ねさせていただきましたけども、まあ、私自身に関してはですねマリオットとヒルトン、またね ANA のねダイヤモンドステータスのステータスマッチでですね IHG のスパイアのねステータス保有しているということですんで、まあ、今回はですねちょっとね見送ろうかなというふうに思っております。まあ、かなりね利用したいね気持ちはあるわけなんですけども、私自身ねニューヨークが大好きなもので、ニューヨークにもですねハイアットのホテルねありますので、ちょっとね泊まってみたい気持ちはあるんですけども、ここまでですねホテルの上級ステータスがたくさんあってですね使いこなす自信がねちょっとねないなというふうに思っておりまして、現時点ではですねちょっと見送ろうかなというふうに思っております。ですけどもハイアットのね上級ステータスにですね15泊でなれるっていうチャンスはですね来ないかなというふうに思いますので、ヒルトンもマリオットもですねかなり簡単に上級ステータスねなれるっていった形になりますんで、来年以降ですねホテルのアップグレードであったりラウンジとかねかなり混雑するのがね予想されるっていう風になりますんで、もしね混雑とかちょっとやだなみたいなね気持ちがあるのであれば、このハイアットのですねグローバリストを狙うっていうのもですね一つの手かななんていう風に思っております。まあマリオットヒルトンとかとね同じようにねなる可能性はゼロではないんですけども、やはりねヒルトンとマリオットに関しては上級ステータスがねかなり取りやすいっていった形になりますんで、おそらくですけどもマリオットやヒルトンよりかはですね空いてるのではないのかなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。